動画をご覧いただきありがとうございます。えー、今回は Amazon から警告が来る商品ということで、えー、動画を撮りました。よろしくお願いします。はい、えー、最近タイピングのスピードが上がってきました。これでブログを、えー、更新し続けた。 結果ですねはいそれによって時間短縮になりました。いや本当よかったです。やっぱり、えー、何でも続けてみるものですね。でも、えー、何事もただだらだらと継続していても意味がありません。そこは気をつけなければダメですね。話は変わりまして、えー 出品してしまうと Amazon から警告が来る、えー、商品があります。えー、その例を一、えー、つ紹介したいと思います。えっ、ー、と警告、警告が来ると最悪 Amazon のアカウントがなくなって販売できなくなってしまいます。えー、赤番ってやつですね。そういった商品って 警告が来る理由は、えー、様々、いろいろなんですけれども、その理由の一つに、メーカーのライセンス契約を取らずに、勝手に販売している商品を Amazon で販売してしまうっていうのがあります。まあ、例えば、あるゲーム機の周辺機器とかですね。はい。えー、これ意外とやっちゃいがちなんですけど、気をつけた方がいいですね。 周辺機器として動作して売られている商品だから販売しても大丈夫ってことではないんですよね。その商品がライセンス契約をされているかってのも、え m アマゾン販売では、えー、非常に大切になってきます。はい。皆さん気をつけてください。えー 今回の動画は以上となります。参考にしてみてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。失礼します。